トミーズ、はいはい、トミーズとうちは同期なんですよ、はいはいはい、年は若干向こうが上で、はいはい、でもまあまあ何でしょう、新人の頃ですからちょっとこういろいろラジオとかで言うこともあるじゃないですか、はいはい、でトミーズのことちょっとこう言ってた、笑いにちょっとこう言うてた時があって、はい、それがもうマサの耳に入って、でもマサはあれボクシングの新人王まで取ったやつですから、それが俺梅田花月のとこでね出番あるから行かなしゃあないやん、でどうもマサが怒ってるみたいな感じのことはチラッと聞いてたの、でまあ同期やしね、別にそんな言われる筋合いもないわって思ってたんですよ。ほんな梅田花月、当時梅田花月のその袖でねこう行ったら、もうでっ姿見鏡があるんですよ、そこでまさかこうシャドーボクシング、うわうわで「おいっす」って言って、はい、ほな「お前あれやな、俺のことを結構ごちゃごちゃ言うてるらしいな」うわうわって言われたから、もうとりあえずすぐ返す刀で「言うてへんよ」いや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 、否定せなあかん。そうしたらお前と俺がもし喧嘩したら、もう大人ともう赤ちゃんやからなって、はいはいはい、こうやりながら言うんですから、もうすぐ僕また返す刀で分かってる。どういうことですか。いやいやいや、何言ったんですか。最後気ぃつけよって言うから、ごめん。その後のネタもあんま覚えてない。体が当たってない。もうドキドキしてる。心臓バクバク。心臓バクバク。ネタどころじゃない。ネタどころ。弱。そんなのありました。これ僕高校1年の時なんですけど、休み時間にビニール傘あるじゃないですか。あれでこうバー遊んでたんですよ、ほんで A だけになったんですよ、プラスチックついてて A だけになったんですよ、ほんでステッキみたいになってて、あこれなんか面白いな、なんか使えるな思ったんですよ、友達と遊ぶ時にね、ほんなら授業始まるチャイムが鳴ったから、あっと思って、まあええわと思って、でそのまま置いといたらよかったんですけど、その時冬でクラスにストーブがあったんで、そこのストーブの真ん中のところに、それ突っ込んどいたんですよ。ね、火言うたら火の中ですよ、はい、で突っ込んどいて、ね、ほんで僕その授業受けてたんですよ、はい、でキンコンカンコンで授業終わった後に、あっさっき俺入れたまんまやと、ね、でそのストーブのとこ行ってパッて抜いたら、もう半分ぐらい真っ赤だったんですよ。うわー、怖い。刀でバー叩く前みたいになってたんですよ。で、うわ、真っ赤や言うて。ほんで、何しようと思ってテンション上がってもうて。ほんで、うわ、これ何する言うて、こうやってやってたんですよ。探してたんですよ、なんか。ほんで、探してたら、この先、不注意で、こうやって寝てた友達の首に、パッて当たってもうたんですよ。これ。ほら、ほらその瞬間キューンって言うたんやっと思った。佐々木君いう子なんですけど、はい、こうやってたキューンって言うたあっと思ったら、こっから煙がシュシュッと思った。いやそりゃそうやん、受けなかったと思って、これやばいと思って、ごめんごめん大丈夫って言うたら起きないんですよ。ほんで佐々木君大丈夫って言うたら、いったー、誰がここコンパチしたって言った。コンパチ。痛さ的には、痛さ的にはバーンやられたぐらいやったんですよ。集まるからな。ええ。コンパチ違うよ言うて、やけどしてるよ言うて、で保健室行こう言うて保健室行って、まあまあ大丈夫やったっていう話だったんですけど、いやあれは悪いことしましたね。びっくりしますよ。マクドナルドに行って、でそこでちょっとまあお茶飲もうかなと思って一人でこうやって上がったんですけど、まあ結構混んでたんですけど、カップルが二人おって、で一個挟んでまだ空いてたんで、ちょっと挟んでここに座ったんです。ほんでまあ食べようかなと思ったら、
こっちのカップルの男の人の方が、うん、彼女に白浜でも行くっていう話になったんですよ。白浜でも行く？白浜でも白浜でもちょっとこう、はい、ちょっと受けてはるんで、はい、白浜でも行くって言うからまあ行ったらええんちゃう思ってまあ時期もええしなーっていう話になったんですね。ほんでまあちょっともう食べるのまあ4割こっち6割ぐらいの感覚になって持っててでまあええわ思ってたら女の子が急にその彼氏ですね、うん、にあのこれプレゼントやねんって言って箱を渡したんですね、うん、ほんだらその男の人が嘘マジ嬉しいわサプライズや言うてでああサプライズよかったな思いながらビーガーで飲んでたらマジで嬉しい俺が欲しかったやつかなほんでまあええんちゃう思ってで、その人がカバッて開けたら急にね「何これ」って言うんですよ。「あれさっきまで白浜でも行く？」って盛り上がってわーって言ったら何があったんやろ思ってもうその段階で僕もガン見してるんですよ。ほんで「って言って中から出したら阪神タイガースの帽子やったんですよ。で「俺こんな欲しい言うた？俺欲しい言うたのハンキングの帽子だってハンキングの帽子じゃないよ。これは僕なんですけど、うん、まあご飯ですよね、うん、料理人の方ってたくさんいると思うんですけど、うん、やっぱ超一流は一握りやと思うんですよどの世界でも、うん、でだから料理人って言えども超一流は超一流のことする、うん、でそうでもない人は確かに一生懸命作ってほしいですよ、うん、けど基本創作料理的なこととか、うん、これにこれ乗せてみましたみたいなのはもうほんまにもういらんことせんでと結局肉焼いてその焼肉のタレをかけるのがプライドとして嫌なんかもしれんけどそれでええとマンゴーソースみたいないらんとそのプロやから焼肉のタレを冷蔵庫から出してきてかけるのは嫌やろと、まあ、あんたもなずっとやってきたからただわしだはそれでええあったんすよこの前なそれでメニューがあったんですよ。何どんなんの京都の餃子屋さん中華料理屋、ね、中華料理屋さんで出してるご飯で、まあ、いろんなあるんですよエビチリのなんとか、うん、なんか味とかいろいろ凝ったのもあるんですけどご飯の上に焼肉のタレをつけて焼いた肉とあと卵とじに焼肉のタレがちょっとかかってるやつが出てきたんですよ、うん、2人とも声揃えてこれでええ方ですがあってんね結局わしらが作れるようなんでもええな何をそのプライドでなんかちょっとすんのと分かるわその逆もあるやんまずは何もつけずに食べてみて言われて食べたらなんか物足らんやん最初からソースかけさせてくれってそんなイントロいらんねんっていう鍋でもありますよねまずはだしだけ飲んでるお出汁からみたいな薄い薄い僕はですね、コンビを組んでまだこの世界に入ったばっかりの頃に初めて、テレビの生放送のなんか生中継ロケのなんか栃木の、なんか牧場みたいなとこ行ったんですけどまず生中継なんですよでそれにちょっと抜擢されましてで行ったんですでとにかくもうテレビ そのロケが初めてなんで緊張しちゃってで、まあ、ちょっと待ちなんですけど、セッティングしてるんです牧場でもう待ってるんですけどこう1時間の待ちなんでも何していいかわからないですもうすっごいなんかやっぱ自分としてはなんか結果残したいしなんか気に入られたいんですだからどうしようかなと思って上田とかは結構なんかデーンとしてるんですけど僕とかもここはちょっと行くしかねえだろうと思ってやっぱお偉いさんのところに行ってちょっとなんかやらしい話ねちょっと媚び打ってなんか覚えてもらおうみたいなそういう考えをやっぱ起こしましてねだからこうやっぱまあ現場ディレクターさんとかも動いてるんでまあプロデューサーさんみたいな人狙いって言って行ってあなたって今日お世話になります会社で水曜のありがとう申しますとかっておーみたいなよろしくねみたいなまあ最初テンション低いんですよでもなんか結構僕始めたんですよとかって結構なんか軽く言ったら結構まあなんか来るようになってくれてもっと盛り上げないとダメだよみたいな感じになってきてはい本当どんな感じすればいいんですかね生中継っていうのは言葉じゃないと
もう絵だからこっちでこちゃこちゃボケツッコミとかやってもダメだから、絵でこうガーッと派手に動いてカメラがこう入らないぐらいでいいんだよ、そっちは伝わるから、うん、はいみたいな、じゃあ僕喋りで行きますよってこらーみたいななんかいい感じになる、だからこれはもういい感触だと思って、じゃあよかったらちょっとこの飲み、まあね、プライベートの飲みとか連れてくださいよみたいなこと こび始めたじゃないか、お前金がもったいねえよ、何ですかみたいな、じゃあまあ本番も近いからって言ったら、よろしくねみたいな感じで、まあなんかね、一回とりあえずね、末永くちょっと頼むよみたいな感じで言われたから、はいっつって、よっしゃ手応えつかんだと思って、あとも本番ですよ。で本番僕は意外と、本当はいつも喋りとかでやったんですけど、結構動いて、まあまあこうやっときゃ大丈夫かと思ったんですね。でまあ、よし手応え感じたんですけど、まあ結論から言いますと、その人ただのドライバーさんだったんですよ。なんか後でなんかそうだよ、ロケバス下げてとか言ったらはいとか言ってと思ったよ、いやいやちょっと待ってと、いやじゃあ末永くお願いしますからなんだと、あの発言ロケがあったら俺の車乗ってねっていうことだったんだから、もちろん飲みには行かなかったですよ、ちょっとも僕まあ、昔からお笑いがやりたくて、うん、で高2の頃にもう今すぐにでも、うん、もうお笑いを始めたいってなって、で僕福岡なんですけど、うん、もう学校を辞めるって言ったんですよ、うん、先生と親に、うん、で学校を辞めて、うん、俺はもう一人で大阪に行って、うん、芸人になるんだって言ったんですけども、うんうんうん、まあ当然そんな意見が通るはずもなく、はい、で、まあ、先生が一つ言ってくれたのが、あの小峠とりあえず休学にしとけと、うん、休学にして、もしお前が今から大阪行って半年間、うん、大阪行ってもしダメだった場合、あのまた高校に戻ってくるように席だけは置いとけと、優しい、はい、それだったら許してやる、うん、でおかんも休学やったら、あのじゃあいいよっていうことで、うん、僕一回夏休み、高2の夏休み明けに休学して一人で大阪に行ったんですよ、うん、芸人になるために、うん、で、まあ、一応休学という形を取りましたけども、うん、僕はもう学校戻る気がなくて、うん、もう学校辞める気だったんで、うん、もうその強い決意のためにですね、うん、僕はあの当時バリバリのパンクでして、うん、で、パンクでイギリスですごく有名なバンドで、うん、セックスピストルズっていうのがあって、はい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 、でそのセックスピストルズのベーシストで、うん、あのシドっていうか、シドビシャスってあったんですけど、そのシドがいつも、うん、シドチェーンって言って、はい、ここにあのチェーンをして、うん、でここに南京錠を止めてるシドチェーンっていうのをシドがいつもしてるんですよ、ね、はい、僕はそれに憧れて、うん、よし決意のためにそのシドチェーンをつけようと思って、うんうん、でそのシドチェーンというのはお店とかに行ったら既製品は売ってるんですけども、うん、いや僕の決意はそんなもんじゃないと、うん、そんなんじゃ甘いと思って、うん、日曜大工用品店に行って、うん、ゴリゴリのこんなぶっといチェーンにこんなごっつい南京錠をつけて、その鍵を田舎の連れに送ったんですよ。俺は今から芸人になると、大阪で一人でやっていくと、俺はもう絶対に帰らへん、俺は絶対に売れると、もしお前がテレビで俺を見て、あこいつ売れたなって思ったら鍵を持って俺のチェーンを開けに来てくれと、おうおう、俺はそれまでこのチェーンを取らんって言って、どんな決意で、その熱い手紙と鍵を添えて、僕は福岡の田舎の家に送ったんですよ、うん、頑張ろうと思って、うん、でその次の日、うん、僕金属アレルギーでここめっちゃくちゃ荒れたんですよめっちゃくちゃ荒れて、でももう開けようと思っても鍵がないやからどうしようもないの、はい、とりあえず1週間ぐらい頑張って生活したんですけど、いやこれはもうちょっともう痒くて痒くて仕方がないで、僕近くの皮膚科に行ってすいません先生と、これもちょっと痒くて痒くて仕方がないんですよと、でいやならもうその先生がものすごく冷静に、いや小峠さんと、うん、分かってるでしょと、うん、今すぐそのチェーンを取りなさいとそれ取ったらもう一発で治るいや先生とこれはもう男と男の約束で、僕は今このチェーンを取れないんですよと、うん、ああそうと、じゃあもう塗り薬出しとくから1日2回これを幹部に塗りなさいって塗り薬をもらったんですよ。でそっから僕はそのチェーンのこの荒れてるところにその塗り薬を塗る生活が始まったんですけども、朝と風呂上がりに、でも結局チェーンが常に首に当たってるので一向に治らないんですよね。でそこで僕が考えたのが、チェーンと首の間にティッシュをかますっていうのを考えたんですよ、はい、縫って、チェーンでここにティッシュをかます、だから僕ここにいっぱいティッシュかまして外歩いてたんですよ
も何でもないです。でそんな生活が僕1ヶ月ぐらい続きまして、でも結局ずっとここにそのごっつい重たいチェーンがあるわけですよ。もう風呂入ってる時もあります、寝る時もあるし、起きても当然ついてるんですよ。ある日なやこれって思って、なやこの生活と思って、なんだこれと思って、自由になるために大阪に行ったのに、うん、めちゃくちゃ不自由な生活を送ってるやんけと思って、ほんでもうわーってもう気狂いそうになって、もう近くのあの板金工場に行って、うん、おっちゃんにすいませんっつって、このチェーンを切ってください今すぐにっつったら、のおっちゃんが鍵どうしたんやって、もう鍵なんかないんですよ早く切ってくださいっつったら、もう奥からもうこんな見たこともないでっかい手つきりバサミも持ってきて、で僕この地面のところにもうこういう感じで寝かされて、でおっちゃんがもう絶対動くなよお前絶対動くな、ちょっとでも動いたら死ぬぞって言われて、ここにその手つきりバサミかばされて、動きません僕はもう絶対に動きませんよっしゃ行くぞ切るぞバチーンってやっと切れて、だ僕はバーワーワーワーわめくから、店の前に結構な人だかりができてて、僕がブチンって切れた瞬間に結構な拍手が湧いたっていう話ですね。全部お前のせいやで芸人の脳みそが邪魔して面倒くさいことになる時ってよくあるというか、まあなんか先を想像してしまってこうなんていうんですか、自分で首を絞めてしまうことがまあよくあるんですけど、あのズームイン朝という番組があって、あのそれ東京の方々は多分気づかないと思うんですけど、あれって結構ちょいちょい地方に飛ぶんですよね。でまあ東京の全国ニュースがあって、じゃあここからは大阪のスタジオ読売テレビからで、ちょっとしばらくしたらまた、日テレに行ってでまたみたいな、それの大阪の司会を何年か前にやらせてもらってた時がありまして、で朝早うにこうやってたんですけど、まあちょいちょいこう日本テレビの方に行くから休憩になるんですよね。もうスタジオのちょっと横でボーっとしてた、ほんだ、もうそろそろ、こっち来ますみたいな、このあと阪神情報ですみたいな言うから、あ分かりました言って、で女子アナの人2人と僕真ん中立って、日テレのそのね有名なアナウンサーさんがバーってニュース読んでるのをこうやってボーって見ながらで秒数出てるんですよ。これ終わったら俺とこ来んねんなーみたいな思ってボーって朝やからこうしてたら、その時ちょうどマイケル・ジャクソンさんがお亡くなりになって、でそのニュースがあったんですけど、その時マイケル・ジャクソンさんと親交があった浅野ゆう子さんのコメントをいただいてます。で、あれと思ってパッて見たら真っ青の画面に浅野ゆう子さんの、写真がパンと映って、本当に、昨日聞いた時は悲しかったです、聞いた時に本当に悲しすぎて家で一人2時間スリラーを踊りました、そういったコメントですってなったんですよ。もう死ぬほど笑いそうになってこれは普通やったらいいんですけど、やっぱ芸人っていうかね、やっぱりわーっと想像してしまうんですよ、ぐわーっていろんなことなんで、以上ですって言って、はいこっち来ますってなったんですよ。もうこんなんなってんのに、でも一応マイケルさんね、遠くの人ですからお腹になってるにしてもちょっと笑けるけど悲しい気持ちもあるし、浅野さんはきっと仲いいから悲しいんやろ、でもただなんで2時間一人でスリラー踊ったんやろと思ったら、もうこっち画面僕映ってるんですけど、もううちもキュー握って、ほんでまあやってたんですけど、もう他の間もずっと笑けてくるんですよ。でなんで2時間踊るん、えでもそれどういうこと、俺今まで死んだ人が曲出してへんかったし、踊る理由なかったから踊れへんかっただけで、踊ってた人が死んだら俺も踊ったりすんのか、いやせえへんせえへんなんでとか思いながら阪神情報してるんですよ。もう全然まだ引っ張られて笑けてるんですよ。しかも聞いて悲しかってスリラー踊るってどういうことってなったら、まあ夜にねバー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 みたいな、もう家でみたいになって、はい、マイケルがでで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 でやったんとかやったんやった電話切ってすぐにスリラーの CD 入れて、ほんで定位置になってこうやって泣きながらこうやったの、いやそれ分からへん、でもすぐにその手の届くところにスリラーの CD があったらええけど、多分そんなに仲ええ言うたってそんな機能までスリラー聞いてへんかったら多分そうですかそうですか
どこにあるか分かんないな。すみませんけ、久しぶりだから。俺スリラーの中やけど開けたちゃうやつ入ってた。やっと探し出して。急いで直るけど。もうええわ。でやったとか。あとそれ一回踊ったやったら分かるんですけど、2時間ってことは。でんでそれ2時間やったんとか。しかもその毎回ピピピピやってた3回目ぐらいで多分でんあ、押してなかったわとか泣いてるからちょっとちゃんと切ってなってないとかあったやろうしほんでなってる時あ、もうそれだったら一度プログラム1にしてこれずっとこのスリラーだけがエンドレスととか想像してきたらもう半身情報全然入ってけへんくてもう笑けてくるんですよ、はい、しかもあとなんで2時間でやめたんっていういやそれはいいんですよ浅野さん勝手にされたからいいんですけど僕もそれやってる時も芸人のでバーって想像してしまうんですよなんで2時間でやめたんだなんで1時間じゃなくて3時間じゃなくてなんで2時間なんみたいなと思ったらこうあ、こんな時間入るねよとこの振りの時にちょうど壁時計の目線に行った違う妄想やもんだからずっと下向いてる踊りやと多分朝まで踊ってたか分からんけどこれがあったからあ、こんな時間入るねよとかなったんとか思ったら笑っけてきてこれはほんま辛かったなってまあこれは全部僕が悪いんですけどねこういう想像してしまったというこいつ悪いわそれにあれはちょっと悪意あるね悪意あるね悪意はないです生放送であれされたらほんま地獄です僕は悪いんですけどねそれは本当に浅野さんは何も悪くないんですけど2時間スリラー戻りますはいこっち戻ってきますこんな時に戻すなよと思いましたあ水壁僕中学時代クラブで軟式テニス部に入ってまして、うん、で僕がちょうど1年生の時に、うん3年生の先輩で双子の方がいらっしゃったんですよでちょうどその時に赴任してきた先生がもうむちゃくちゃ厳しくて、うん、いつも僕らが練習してる感じやったらもう腹立ってしゃあないんでしょうね、うん、で夏休みの練習中にちょっとみんな集まれ言うて並べ言うてガーゼに習わしたんですよ、うん、でまだダラダラしすぎや言うて向こうの端からビンタしていったんですよね一人一人、うんうん、でたまたまいつも仲悪いはずの双子がたまたま集まれって一気に集まったもんやから並んでたんですよ、うん、で先生ビンタしていって双子の片一歩ビンタしてもう片一歩ビンタして多分先生同じ顔ビンタしたからおかしなったんですよね次のやつから一人二発なってでもね僕もその一応高級車というもんにね、はい、乗ってるつもりなんですよ、はいはい、でまあまあもちろん買った時からもう最初からカーナビがついて、はい、まああえて車の車種とか伏せますけどね、はい、でこの高級車のカーナビがなんでこんなにアホなんかなっていう本当バカなんですよ、はい、で今までイライラもしてたんやけどもでちょっと前に、はいちょっと知り合いと待ち合わせをしてて、はい、でその六本木三丁目の交差点で待ち合わせやっていうことで、はいはい、でまあ六本木は分かるけど三丁目って言われても意外とどこかなっていう、はい、大体の雰囲気は分かるけど、はい、いまいち分からんな、はい、あまあまあカーナビはあるから、はい、それでええわって僕渋谷の方からカーナビで一応六本木三丁目入れて、はい、であのあれなんですかあの道六本木通り六本木通りか、はい、六本木通りをもう六本木三丁目やから、はい、まあ多分あの辺やろ思って、うん、渋谷の方からこう向かってたんですよ、はい、ほんなら高木町の高速道路の乗り口があるじゃない、うん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 、あそこに乗せようとするもうちょっと普通でしょ俺三丁目は分からんけど絶対距離的におかしいもうありえへんからと思ってもう乗ろそうとするのやめて速度に行ったんですよ、はい、ほな左へ曲がってくださいみたいな、はい、もう左か、はい、なんかもうなんか新しいルートを探します、はいはいはい、左曲がってくださいまあ曲がるよそれやと思ってで曲がったらまた左へ曲がる、はい、でもう一回左曲がる、はい、聞いてたらまたそっち出てきてるんですよまたまたほんで高木町からまた乗せよういや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 なん
それはないわ思いながらも笑ってしまう。また無視したったんですよ。ほんまた左曲がれ、はいはい、また左曲がれ、また左、また出てきたんですよ。もう分かったと、はい、どういう決着をこのガキつけようかと。この俺様を高木町から乗さすんやな。よっしゃ乗ったら、どんな決着つけんだ、高速もタダやないぞ、乗ったら高木町乗ったんですよ。乗って300m か 400m ぐらい高速をぐー走ってる時に目的地周辺です。僕高校がですねものすごいヤンキー高校でして、本当暴走族がいたり学校でシンナーを吸ってるやつがいっぱいいたりとかっていう高校なんですね。ひどい学校で、である時1年に1回文化祭があるんですけど、年に1回、それは学校が悪すぎて一般公開されないですね、非公開なんですよ。で毎年非公開でやってますけど、もうひどいことになっちゃうんで非公開でいつも学校だけでやってる行事だったんですね。である時、そのクラス出し物がありますから体育館でみんな集まってやってましたら、体育館所のドアがガシャンガシャンガシャンって先生が閉め出して、やってる途中なのに生徒指導部長が、緊急事態ですって言って、何者かが、紛れ込んでます、部外者がいますって言い出して、なんだこれって言って、今1階トイレで、1年生の男子生徒3人が、パンツ一丁で縛られて監禁されてました。何これどういうことと思って、3人部外者が混ざってます、先生方見てくださいって言って一斉にバーって体育館こう見出したら、もう全然知らない3人が話せよ俺話せよみたいなと、やっぱ紛れ込んでんですよ。でそいつらがその1年の学ランを着て換気してるんですね。して話せよ俺らって言って先生らもうそいつらつまみ出して出したんですね。でまあ学年主任がみんなが部外者を入れた玉ねぎしたやつがいると、手引きした人間がいると、あいつらだけじゃないと、それ調べてくださいって言い出したんですね。でみんな各先生がこう調べ出したんですけど、僕のクラスに中山健二っていうめちゃくちゃ悪いやつがいたんですね。ただうちのクラスの担任が草野先生って言うんですけど、そいつがもう、絶対もう健二だと思って、その健二お前健二お前だろっていきなり頭ごなしに言い出したんですね。で健二は俺じゃねえ知らねえよっつって、お前いいからこっちかお前だろみたいな、こうやって俺じゃねえっつってんだよって、健二と先生でお前だろみたいなやり合いしてたら、結局違うクラスのやつから犯人が出てきたんですよ。調べが分かって、そしたらもう賢者はもうカンカンですよね。そりゃそうや。だから担任、だから俺じゃねえっつったろこの野郎っつって、てめえ土下座しろって言って、で先生はまあすまなすまなかったって、うるせえてめえ土下座しろよって言って、もう体育館中シーンですよ。土下座しろっつってんだよって言って、もうずっとこう担任を追い詰めてって、もう体育館のもう角の方になって、だから分かった分かったって、他の先生方ほらやめろって言ったけど、うるせえよって、土下座しろっつってんだよ俺はみたいな言って、ヤンキーの仲間もおい土下座しろよ検事にみたいなことになって、もうシーンとなってんですね。でせっかくの文化祭ですし、これもうどうしようかなと思って、まあ僕の持ち前の明るさとガッツでここはどうにか行こうと思って間入ってって、まあ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 もうこれで終わりって言ったんですね。そしたらまあこんなテンションで行ったんで、一気にもう全校生徒がここしかないと思ってわーって笑ったんですよ。わーって受けたんですよ。したらもう受けちゃったから、もうケンジもなんかだよみたいな感じで出てったんですよ。帰っちゃったんですね。でその場終わって、でホームルームがあって、で僕野球部だったんで野球やってたんですね。したらピンポンパンポーンって言って、野球部あやべ至急教官室来るように担任の草野から行って、でちょっと体育館の裏来てくれって言って草野呼び出されたんですね。したらもう草野が本当にもうすごく助かったって言って頭下げて、本当もうって涙流してるんですね。もう俺も教師としてな、本当最低なことだよ、俺もうダメだよ、証拠もないのにそんな疑ったら、その検事だって切れるよ先生、本当な本当助かったお前のなあれでなって言って泣き出してて、いやもうしょうがないしょうがないって、でもなんかなあ本当なしょうがないなみたいなこと言って、なんか謝ってんのかなって、何かをなんか隠して何か言いたそうですけど言わないんですよ。え、なんだろうなと思って、ああでもそっかみたいなこと言ってて、もういい加減なんだよ先生、なんか他にも言うことあんのって言ったら、俺の車のなミラーが2つとも取れちゃってんだよなって言って破壊されてぶっ取れてたよ、それは検事の幸せじゃねえよなって言っていや、それは先生それは証拠ないからそれ言っちゃダメだって、それはダメ、絶対検事、絶対検事、
全然賢治やん。そう、ミラーは賢治じゃないって言ったから。絶対絶対賢治だよ、これは絶対賢治なんですよ。これこの間あの実家に帰った時の話なんですけど、はい、自分ブログやってるんで、でそのブログをチェックしようと思って、うん、親父のあのパソコンのとこに行って、うん、でパソコンにスイッチ入れてこう やるんですけど、うん、なかなかあの重くて全然立ち上がらないんですよ、はあ、でやっと立ち上がったと思っても次にあの行ったらもうずっと鳴り寄るんですよ、はあ、うん、で全然こう重いんで、うん、何やろうなと思ってお父さんって呼んだんですよ、うん、でお父さん来て、うん、これめっちゃ遅いやんどうなってんのって言ったら、いやお父さんなあのエロいとこ進みすぎて、うん、もうウイルスが50ぐらい入っててもう病気になってえらいことになってで、お父さんも、もう開けてもうウイルスおかしなってるから、もうできないんですって。何の話してんの？僕これ最近のちょっと話なんですけど、僕朝から最近ちょっと銭湯に行くんですよ。なるほど。よく行く銭湯なんですけど、うん、街中にある銭湯 で、サウナによく入るんですけどね、うん、ほんならある日こうスーツ三つ揃いのスーツを着た50ぐらいの方が入ってきて、うん、東京の方で大阪に出張やったらしくて、うん、東京弁で、うん、今からちょっと出張なんだよねみたいな話をされてたんです。皆さんに一人で来てはったみたいなんですけど、あそうですか大変なんですねみたいな、珍しいこうなんかスーツで来たる人もおんねんなと思って、で脱衣場に出たら、うん、そのスーツの人が騒いでるんですよ、うん、ないとない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 と、何がないんかなと思ったら、うん、どうやら脱衣泥棒が出たみたいで、うん、脱衣泥棒スーツを一式全部パクられてたんですよ。スーツを今から商談でしょ。そんでその人ゴッて焦って僕もどないあんまり遠目で見てたんですけど、とりあえずバンダイのおっちゃんに怒ってるんですよ、うん、なんとかせえと、うん、スーツがないじゃねえかと、うん、ほんなら僕のバンダイのおっちゃんも、うん、いやいやわしらはそれ知らんから、うん、それは後で警察言いましょうかって言ったら、うん、いや警察なんか行く時間がないと、うん、全部パクられとると、うん、どうしてくれんねん言うたら、そのおっちゃんもちょっとピリピリしだして、うん、バンダイのおっちゃんも、うん、貴重品は、うん、バンダイに預けろって書いてあるでしょうと、うん、ほなその東京の人が今度また切れて、はいはい、スーツは貴重品なのかよって言い出して、まあないわなスーツ預ける人、とりあえずしゃあないから、そこの人のがバンダイのお茶がパンツと、うん、シャツは下で売ってるやつこれ着なさいと、でいやこれじゃ行かれへん、そうだよ行かれへん、どないすんねん、どうするんだよって言ったら、バンダイのお茶がまた、うん、そんなん言われても、うん、うちどないしょもできへんと、ほんなら風呂朝洗うこんなでっかい機械使うときに着るジャージをね、うん、おっさんが白いジャージの上下出してきて、うん、これって言って出してきて、またそのおっさんがこれで商談いけるかよって怒り出して、1時間ほどごちゃ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 揉めた結果、もうそこのバンダイのおばちゃんが見るに見かねて、バンダイのそのおっさんの毛布を出してきて、これで勘弁してくれって、そのおっさんピッチピチの毛布でこうやって現場に行ったなんだよなんだよ、しがらいな。去年のクリスマスイブですよ、12月24日ね、はい、まあこう街はこう盛り上がってるわけですよ、はい、そうですね、僕その日休みやったんですよ、うん、でまあ僕今彼女もいないんで、さあ夜どうしようと、うん、まあ彼女のいてない後輩2人誘って3人で、じゃあちょっとご飯でも行こうか言って、まあまあなんかちょっとおいしいもん食べようやっつって、まあ、ちょっとまあまあ高級めのお寿司屋さん行こうか、予約取れるかなって電話して、あギリギリ3名やったら行けますよって言い張ったんで、あじゃあ行こうか言って後輩と3人で行ったんです。ほらまあそんな日なんで、
もうカウンターも全部カップなんですよ。全部カップなんですよ、はい、ほんでうち3人座ってる横だけ女性1人で1個席空いてるんですよ。だから待ち合わせで男性もあってあるんですよね、はい、でも全部カップル男3人なんですよ、うん、ほんでいろいろ飲み物頼んだりしてたらもうすぐ ごめんね言うて30代半ばぐらいの男性、うん、30代同士のカップルです、うん、大人のね、うん、あごめんねって言ってプレゼントをポーンって渡して、そのことにはもう一切触れず、大将、ビールみたいな、すごいこうスマートだね。おもうこっち3人うわーええー、なーってね感じなんですよ。だえ女の人は何見ていい見ていいって言って、おいいよ言って、ほんで出しあったんですよ紙袋から、はい、紙袋の中にもう一個薄い白いこう巾着みたいなのに入ってるんですよ。ほんで見ていい、うん、で、ね、出したらその白い巾着でそれパッて開けて、その女性が「なんでやった、嬉しい!」って言うてるんですよ、ね、うわすごい言うて、はい、こっちから見てもどう考えたらその本心の心からの嬉しさが、うん、やった、なんでなんで出していいって言って、彼氏は「うん」みたいな感じで「何やろ?」と、うん「やった言うて出すんですよ、はい、ね、はい、パッて出したら、はい、野球のグローブなんですよ。ってなってこっち3人「やるなそれはもう」ほんなら後輩1人が「グローブ?」って言うたんですよ。声出すな声出すな言うて、ほんなら「やったー、はめていい?」って言い出して、マジかよ、寿司屋でこうやってグローブはめ出したんですよ。うわすっごい可愛いんだけど、可愛い、でこうやって寿司食うてんですよ、グローブはめて、もうもうずっとはめてグローブ俺ね、いやもちろんしてはれませんよ、けどそのうち俺寿司こうすんじゃん、これボールみたいにすごいな、寿司握らして紐で止めて、いやほんまこうやって喋んちゃうかみたいな。え、なんやろそれ。まあでも謎やわそれはもう。へえ。っていう話なんですか。っていうのをまああのあるところでね、いいとこの増刊号でも喋ったんですよ。ほんならあれ私のことやって言って、その女性がなんと。いいとものプロデューサーの大学の同級生やった、たまたま、はい、ほんであれ私のことや、確かに知りたい、知りたい、あのジュニアさんが隣で寿司食べてはったっつって、うん、お前さ、そグローブ持って、うん、なんでそこまで喜んでたんや、ほんなら実はその男性は旦那さんでずっと学生時代から野球やって、ほんで社会人になっても野球やってはって、うん、で付き合ってる当時にいつか落ち着いたらあなたと一緒にキャッチボールしたいわってポロッと昔言うたことがあって、ほんでその旦那さんがもう社会人野球をやめることになって落ち着いたから今度いやあのキャッチボールしようなっていうのを思い出して渡したんだ、あの一言、若い時の一言を覚えててくれたんやっていうんで、うわー俺この話誠治にしたら「お前嘘つけ!」言うて、誰がグローブ持って喜ぶねんお前、ほんま訴えんぞお前、嘘ついてまで笑い欲しいんけみたいなこと言うてた、法廷で俺戦いますよ。なんかあのまあ仕事車で行ってるんですけど、バーって行っててあんまり走り慣れてないところで、あのまあ道路走ってる時に急にお腹減って仕事終わりで、この辺でなんか美味しいとこあんのかなと思って、あの車止めて食べログ調べたんですよ。ほんならちょっと行ったところにあのラーメン屋さんで結構な高得点やったんですよ。でここやってるかなと思って、ほんでそれナビ入れてビューって行ったら、まあ2時前ぐらいやったんですね、それも昼間の。でバーって中見たら結構人気店やけどもう空いてたんですよ。でバーって入って、ほんで店の中入ったら結構大きい店で、こっちはまあそうですね、まあテーブル席、うん、でこっちはカウンターなんですけど U 字のカウンターなんですよ、うん、で僕はこの U 字のカウンターのここに座ったんですよ、うん、でもうテーブル席は誰もおらへんし、であと一人ねお客さんでこの U 字のカウンターのこの辺に、うん、
お客さん男の人が一人座ってたんです、うん、で僕はもうその友人の真ん中座ってほんでまあオープンキッチンみたいになってて、うん、ほんで店員さんがバーって来てくれて何にしますかって言われて僕初めてなんでよくわからないんで、うん、あのおすすめありますかって言ったらカレーつけ麺が美味しいですと、うん、じゃあそのカレーつけ麺でお願いしますほんでわーって待っててほんでまあそこの男の人もちらっと見てまあ男の人やったんですけど何にもしてないんですよ食べてもないし、うん、なんか普通に座ってあるんですよほんでまあ思いながら待っとったらカレーつけ麺が来て、うん、で食べたんですけどうまいんですよ、うんまあ、うまいなんかこうカレーも程よくピリッとなって、うん、だしも入ってんのかな麺とよく合うなっていうこれめっちゃうまいやんここ当たり見つけた思って、うん、わーって食べてたらまあオープンキッチンになってるんで突き当たりが外に出れるドアかなんかやって、うん、急にバーって食べとったらそこからなんかちょっと小太りの店長なんですけどバーって入ってきて、うん、ほんでその常連さんの横ぐらいに立って今正式に決まりましたこの店閉店しますってなったんですよでえってなってえなんでなんでってなって飛び込みできて何この状況常連なろうみたいなほんでえって店員さんたちもえってなってるんですよマジっすかみたいなほんでなんか言うたらドラマ見に来てるみたいなんですよもうみんなが、うん、でああ本当に俺も悲しいですけどもう店終わりますってなってで話聞くとなんかあのオーナーさんがおってで店を何店舗かやってると、はい、でその、店長さんは雇われ店長さんで、うん、で、まあ、もうオーナーさんはしんどいから店を両方とも閉めるとただ僕本当にカレーつけ麺とか頑張って作ってるからやらせてほしいっていうせめぎ合いがあったみたいで、うん、でも結局今電話してきて帰ってきてやっぱ罰やったっていう瞬間やったんですよ、うんはいなんでこんな時にって、うん、でもうあさっきまでずる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 食べてたのに音立てたらあかんのかなみたいなってなんか、うん、みたいなあんあん食いになってもらってもうまさに来てくれてたんだよちょっとカウンターもこの辺までやったんじゃってなってたらその店長がその常連さんいつも来てくれてたみたいでその人が俺本当いつなるかわからないけど俺自分の店やりますよって言い出したんですよ、うん、で俺にはカレーつけ麺美味しいってみんな来てくれてるで僕も食べながらうまいうまい思って、うん、でメインブラックこれも自信あるって何やねんメインブラックって思ってとりあえずメニューパーって見たら黒いラーメンでメインブラックっていうあのメニューの名前やってネーミングよ思いながらまたこうやってわー食べてたんですよ俺自信ありますいつなるか分かんない、うん、場所もここからも全然違うとかもしれないけども俺店絶対ありますから俺が店した時にその常連さんに一番に食べに来てほしいだから電話番号教えてくださいって言うたらその常連さんがええわって言ってええってなって俺もうええってなっていや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 ってなったらめちゃくちゃなんかクールというかもう正直な方なんですよ俺は今まで家が近かったから来てたとそれがものすごい京都とかでやられたらもう遠いから俺は行かれへんとだからそんなんはええわって言うたんですけど店長にしたらそんな答えが返ってくるなんて 0% をやったんですよなんでわーおーおーってなってバグったら人間こうなのかもだんがわーってなった瞬間に俺の方カー見て友人のカウンタープワーッと歩いてきて俺に向かってすいませんサインくださいなんでやねんなんでやねんなんでやねん気づいてはカバーさせてたんですけどやっぱ熱い感じやったんでもうあいつええわ思ってたんがもう優先順位の2位にすがりついてきたみたいな刺してるし面白いあれびっくりしましたもうちょっと店はなくなったんですけど、ね、あそうメインブラックメインブラック、ね、もし違うとこだったら僕が一番に行こうかなまあ僕も本当にあのヘタレなんですけど本当にあの腹立つことも多少ありながら、はあ、であの僕交通マナーをちゃんと守ってほしいなというかね、はあ、あの車とかでも割とこうそんなにまあ詰めんでええのに前が車3つぐらい空いただけなのにうわーってこう詰めるやついてません、うんますね、なんかこう何車線かあって僕こっちおったあこっちがちょっと空いたなという時にうわーバイ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 みたいないやもうこの距離そんなスピードで詰めても何にもならへんと、うん、排気ガスも山ほど出るし、うん、CO2 ももう山ほど出ると、うん、しかもそこで子供が飛び出てきたりとかお年寄りが出てきた時にお前は人殺しになってしまうんやぞと
お前生きりたいだけでなんでそのウォーンという、それは俺はいい車に乗っているんだ、生きりたい、そしてこの車間距離ちょっとしかないけどもスピード出せる勇気もあるんだというもうアピール、かっこつけだけの不幸でしかないと僕常々思ったんですよ。もうちゃうなと。でも僕はヘタレやしそんなもう言われへんからあれだったんですけど、ある時新御堂のあのところで混んでた時に僕ちょっと腹立ってたんですよ。他のことで仕事のことでちょっと腹立つなということがあってイライラしてたんですけど、そこ3車線ありました新御堂というところは、一番左はタクシーでほとんど埋まってて、真ん中の車線は、チラチラタクシーだからちょっとここも混みがちで、右はファ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 行くと。で僕でもそんな急いでなかったからバイク乗りながらこう前ずっと見てたらですね、ちょっとこう開いたんですよ。開いたなと思った瞬間うーっていうのを聞こえたんですよ後ろから、うん、もうこの隙間を埋めようとしている車のオーラみたいなの来たからもう腹立ってるし、お前もういよいよ来たかと、こんなんしてたらあかんよという世直しの気持ちも込めてちょっと行くふりしたったんですよ。こっちで車線行くよと、俺がお年寄りやったら後ろ見んと行った時にお前はもう事故ってまうねんぞというのを世直しも含めてふわっとこう行こうとしたったんですよ。ほんならケケケケってなってベベ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 ベみたいな、ほんだまあ、僕はヘタレですからそのなかなか言えないんですけど、今日は腹立ってるし俺は何も間違ってないと、今日はちょっと文句言うたろうと、危ないよそんなんしたらダメよ言うたろう思って、ほんでベベベベってもう近寄ってくるの分かるんですよ。おっしゃ黒の大きめの高級車ですかセダンですか何ですか言ってファッて見たらちっちゃい紺色の可愛い車やったんですよ。あれだいぶ思ってたんとちゃうな。なんかもうなんで可愛いタコメーターとかもこう丸い感じの。なんかいとこの姉ちゃんが駅までで送ったろかの。知るか。あれ思ってたんとちゃうなと思う。でもまあそれやから言うても中に乗ってる人は怖い人の場合もある。もう今日は言うたろう思って。ほんだら助手席がビーッと窓開いたんですよ。よっしゃどんなやつやねん。ファッと中見たら。スポガリで小太りの垂れ目でちょっとデブの腕まあでも細い柔道部の中に親が甘やかしすぎたからちょっとあのなよなよしたやつになったみたいな感じの素朴な、多分家行ったらお母さんとかものすごいええ人やし、お父さんものすごいええ人やねんけどもなんかもうなよっとしてるというか、でも家柄いいんじゃないかという顔でもう眉毛も長めで垂れててもう目も垂れてるんですよ。それがえこれも思ってるんちゃうわ思った時に、はぁお前これお前しばくぞこれはぁって喋り方とっさんやったんですよ。だいぶ思ってるんちゃうわ思って、でも僕も腹立ってるから、いやもうその関係あらへんと、いやちゃうやんあんな人危ないやんけ、何言ってんのお前これはぁって言ってるんですけど、だっていやはぁ言うかだからあーがちょっと息漏れてんのか分かんないですけど、あーがはぁってなってるんですよ。あれトシちゃんやんって思った時点でもう笑けしてくるんですけど、もう腹立ってたから言いたいと、向こうが笑って引いてる場合やないと、いやちゃうやんあんなん詰めて俺が文字出たらお前事故ってたんちゃうんかみたいな、いやお前何言うてんのお前そんなもんお前危ないんかはぁって言うんですよ。もうはぁの感じ笑けてきて怒りがこんなけどだんだん笑いがうわーなんてくるんですよ。もうちょっと笑ってもうたらお前何笑ってんのお前これはぁ、いやそれやそれをやめとりあえず、俺はもう話し合いたいねんけどお前がはぁ言うから笑ってもあんねん言うけど、それは言うてられへんから、いやちゃうよお前何してんねん、いやお前これはお前殺すぞお前これはぁ言うんですけど、ほんまに余裕で勝てるなというか、なんかヨボヨボのおばあちゃんに胸ぐらつかまれた感覚みたいになって、逆になんかこいつ持ってんのちゃうかみたいな、はぁお前これはぁお前しばくぞこれはお前はぁ何言うてんのお前これはぁって言ったらもう僕だんだん笑けてきて、もうこれ以上笑って負けたらあかんと思ってすいませんって謝ってそのまま言ってもらったんですけどね。まあそんな話でございます。何やんそんな話でございます。怖い人が来たと思ったらトシさんみたいな喋り方のやつが来たって言うそれ以上それ以下でもない。うちはもう島ですから、まあ、電車自体がないんで、だからすっごい緊張ですよね。そのあ 電車に乗っているという緊張絶対にどこかで降りないといけないという緊張感、全ての僕らの移動は徒歩だったので自分でどうにかなるところでストップをかければいいけど乗り物に乗っているという大阪出てきて最初に電車乗った時、満員電車っていうのを初めて乗った時にもう人のそのプレッシャーと電車に乗ってる緊張感で僕連結で吐いた本当に。そう
か経験がないもんな。で連結で吐いた時に大阪のヤンキーに、はい、お前何メンチ切ってんねんって言われたんですよ。ああでお前ちょっとそれどころじゃないの分からへんかってなってわしはこれ電車から出たらわし喧嘩はしたるけど、わしは今田舎から出てきて電車に乗ってることによって今ゲロを吐いたんやって説明したらヤンキーが肩叩いて都会で頑張れよって言って帰ってた。これほんとちょっと前の話なんですけど、あの後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、うん、で家帰ったらいつも下の郵便受けであのダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、はいはいはい、まあ無駄なもん入ってますけど、うん、1個ガス東京ガスからの紙が来てて普段 見ない紙で開けてみたら、あのガス止まりますよっていうのが来てたんですよ、うん、ほんであの後から分かったんですけど最近引っ越ししたんですよね、うん、でいつも振りあの引き落としになってたんですけど、うん、最初の月はなんか払い込んでくださいっていうそういうのがあるみたいなんですよ。で僕それを忘れてて最初の月の払い込みだけ忘れてて、うん、ずっと引き落としになってたんです、うん、でもその最初の月の分が払い込まれてないんでガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ、うんうんうん、でまあ酔いながらもこれもう払えるんは明日の朝ぐらいしかないわ、うん、なんかコンビニでも払えないちゃんとそこに行かなあかんやつやったんで部屋に慌てて戻ってそれを財布の中に入れまして、うん、あこれ入れたら忘れるかもしれんでも出してたら忘れるかもしれんと思って、うん、あの電話の家の電話の横にあるメモ用紙をちぎって、うん、あのボールペンでガス代忘れないって書いて、うん、テーブルの上に財布で押さえといたんですよ。でそのまま寝たんですよ。寝た、うん、で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、あいやおはようって言ったら、うん、なんか普段とちゃう感じなんですよ、うん、おはようみたいな感じで、うん、え何その感じって言ったら、うん、え別に、うん、いや違うやんそれ言うてやなんやねん、うん、って言ったら、うん、昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、うん、全然意味わからないんですよ、うん、いやなんやねんって言ったら、うん、マジっすよ、うん、ガスよって誰よマジっすよマジですよね。ほんでそれでもわからないからガス用が誰かがわかんないからガス用忘れないっていう。そうですよね、ガス用言われてもわからないですから誰やねんっていうか、そういうのおっしゃるのわからなかった。全然わかんないですよガス用って誰やん。そんなふわっとした名前ならわかんないですよ。いや誰よ、気持ち悪い名前ですし誰よそれって言ったらその紙を自慢げんかしてバカじゃないの言って、でそれでも紙が分かんないんですよ。でそれ見てもうなんかわって分かって説明がするのもなんか怖いじゃないですか。もう何が起こりすぎて全部がもう何やその感じ。これあの僕が小学校2年時の話なんですけど、2年生の時にあの友達が家に遊びに来たんですよ。もう外で遊ぶんじゃないし、よっしゃの家行っていいっていうか遊びに来て、で何の遊びしたんか知らないんですよ。2人でおって、ほんでトイレ貸してほっしゃんって言うから、あいいよって言ってトイレ入ったんですよ。ほんならしばらくしてからうわーっていう声が聞こえてきたんですよ。ほんで何何って言って走っていったら、ほっしゃーほっしゃーって開けてくれて、これ見てって言ったら、お母さんの生理用品なんですよ。あのタンポンっていう方の方です。それを袋開けてこうやってうわーって友達に言うてるんですよ。でどうしたんって言ったら、いやここにな袋いっぱいあったから開けたらなこれ出てきてんって言って、これほっしゃダイナマイトやでって言い出したんですよ。紐もあるから形はで僕もそんなん知らないからその時は知らんかったんや。うわー言うて、うわー言うて、星ちゃんここにこのここにいっぱいあるねんって言われて、見たら確かにその袋いっぱいあるんですよ。袋いっぱいあるわ。ほんで子供ながらに僕お母さんものすごいヤバい人やってまして、持ってるぐらいからこれお前黙っといてって言わんといて、その友達言わんといて、学校とか言わんといて、結構人気者の子やったんで言わんといてって言っても、いやそれでも星ちゃんこれはあかんことやと思うでみたいな言われて、めっちゃほんま泣きそうですよ。姉が赤
かんことやと思うで、これあかんことやと思うで、正義感がね、正義感があるからお願いって言ったら、じゃあ星ちゃん、これ一個くれたら黙っといたるって言うんですよ、一つ。なんか新たな展開やな。はい、でその数見たら袋、それはちっちゃい小袋いっぱいあったんで一個ぐらいなら大丈夫やって思って、うん、じゃあこれいいよ、これ持っていって、絶対言わんといてなって、分かった絶対言えへんって言うて帰って行ったんですよ。でもその日ずっと不安で、妹がいてるんですよね、うん、でもう妹に言おうと、もう帰っていてご飯食べてる時もおかんが怖いんですよ、はあ、悪いおかんやから。で妹にちょっと来てと、うん、でこうこっそり見えんようにトイレ連れて行って、うん、この袋の中何か知ってるって言って、うん、知ってるよって、お前知ってたんかとダイナマイト持って爆弾持ってるよなって言ったら、もうその妹はやっぱり知ってたんですよ、女性なんで。でこれは違うよお兄ちゃんと、これはこういうもんで、女の子には、私もあんまりしないけど、女の人には必要なもんで、そういうことだよって、ある程度こうダイナマイトじゃないっていう説明を受けたんですよ。ほんでうわーよかったって、説明受けた、はい、それはもう忘れてたんですよ。で僕小学校5年生の時にその学校、隣町の学校に転校したんですよ。でも少年野球はその学校の地域の野球入ってたから、いろいろ情報が入ってくるんですよ、うん、で全然忘れてって、小学校6年の時にその少年野球行ったら、おっしゃんすごいことがあってんでって、うん、何って聞いたら、その1個挙げた子が、うん、あのなあいつなってなんかこう授業中先生にわーって怒られた時に火のついたタンポン投げようって。なんかそいつはなんか知らんけどなって言うんですけど、すごい、僕はああって分かった分かったやけど言えないし。これ僕が高3の時の話なんですけど、はい、小学校と中学校一緒やった二個下の高校1年の女の子と付き合ってたんですよ、うん、ほんでもうそれも近所やって、うん、でいつも学校から帰ったらチャリで夜9時ぐらいにパーって行って、うん、じっちゃんって言うんですけど、うん、じっちゃんって言うて呼んで2人で自転車で公園行って、うん、まあデートというかいろんなことを喋ってたんですよ、うん、ほんである日そのじっちゃんが「大ちゃん」って言って「下着泥棒出た」なんかものすごく怖いねんってなって、俺どうしたんって言ったら、いやお母さんが気づいててんけど、なんか夜パーってこうなんか駐車場のとこにこうライトがピカピカピカって光んねんって言って、であれなんやろうなと思ってたら、その洗濯物干してあるとこにファーって行って、洗濯ばさみがパンパンパンって取れる音して、でタッ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 って走っていくねんって言って、ほんでおかしいな思って見に行って、次の日に聞いたら私の妹のパンツが3枚取られててんってなって、うん、マジで怖いな言うて、ほんでまあ何かあったら僕のとこ電話してきて僕行ってあげるわって言うてたんですよ。でまあいろんな話してで帰ったんですよ。で送って行ったんですよ、そのじっちゃんの家に。ほんなら「いや!」ってなって「どうしたん?」って言ったら「下着泥棒いる下着泥棒いる」ってなったんですよ、うん、ほんで「えっ?」と思ってパッて見たら、ほんまにライトが。ってなってるんですよ。ほんで分かったこれ出た、ちょっとここで待っとき危ないからと、何されるか分からない、ちょっと待っときって言って、僕バー武器探して、うん、これぐらいの石あったんで石持ってちょっとここで待っときなって言って、うん、僕そこにさーっと近づいていって、でそこピカピカってやってるんですよ。ほんでなんか物色してるから、ほんで結構近い距離で、うん、ここで待てお前逃げられんぞお前って言うたんですよ。ほんなら、うん、急に宮川君ジュース飲むってその犯人が言いよったんですよ、うん、で宮川君ジュース飲むって思ってはって言うたら、うん、スーって近づいてきよるんですよその犯人が、うん、ほんで何やって思ったら、うん、よう見たら2つ下の後輩なんですよ、うん、僕の友達の、うんうん、ほんでジュースいらんよ今って言って何言ってんのほんなら、いや、宮川君ジュースいる?言うんですよ、うん、ほんで、いや、ジュースだからいらんよって言うたら、下見たら、
女物のパンツ履いてて、一丁なんですよ。ほんで、いや、ジュースいらんよ、言うて。で、お前、何やねん、その格好、お前。ほんなら、もう変な顔して、宮川君、ジュースいるってなってるんですよ。で、これもう、おかしなっとるな、これ。ね。いや、ジュースっていらんって、なんで今そんなこと言うねん、お前。それよりお前何してんねんここでって。そうやで。ほんなら、やっぱりね、同級生じゃないですか、うん、言うても男と女じゃないですか、うん、だからそんなもん同級生が来てたら、うん、もうえらい広まるじゃないですか、うん、で僕はあの中学校の時のバレー部の後輩なんですよ、うん、だから、うん、あのこれここで犯人こいつやったってなったらこれえらいことやと思って、うんうん、お前ええなって言うたら、うん、宮川君ジュースいる言うんですよだからあジュース買ってきてって言うたんですよ、うん、ほんならうん言うてバーって行こうとするのがそのじっちゃんが待ってる方やったから、うん、お前そっち行くなって言うて、うん、あっちからジュース買いに行けやって言うて、うん、ほんならうんって言うてブーもう想像してください下女物のパンティーですよ、うんーはい、上 T シャツでわーいっるんですよなんだいつと思って俺これどうしたらええねんと思って、うん、ほんならいや大ちゃん大ちゃんってなるからうん言うてバーってその角行ってどうやったって言うしいや逃げられたって言って、うん、ほんなら嘘逃げられたなんでいやいや大丈夫こんなん一回も向こうもビビっとるから絶対来よらへんと思うって言うて、うん、ほんならほんまでも怖い言うて分かったほんなら喋ろう言うて家の前で30分ぐらい喋ってたんですよ、うん、でも僕何やったんあいつみたいなね、うん、なんパクって入って、うん、あいつ一回どつかなあかんな思って先輩ですね何をしとんやと何を変な気持ちになっとんやとそらそら何をもんもんとしとんやあいつだと一回喋らないろんなもう全然話入ってこへんぐらいの、うん、ほんならあもう大丈夫大ちゃん怖ないわって言って、うん、あほんまほんならバイバイ言ってまたね言うてで僕自転車乗る時もなんか怖ってバーって帰ってたら、うん、僕の家の前にそいつおるんですよ、うん、でも T シャツでまだ下パンティーなんですよでうわ何やいつと思ってでもまあまあ後輩って分かってるんで怖ないんで僕ファーって言ってほんなら向こうが宮川君って言いよったんですよ、うん、であこいつやっぱ気づいて謝りようねやなって思って、うん、何って言ったら、うん、ジュースって言いよったんですよでジュースいやっお前分かってないな俺がジュースが飲みたくてジュース買うてきてって言うたん違うねんと一度逃がしたったんやとでなんで今そのパンツのままやねんとジュース買うてきてありがとう言うてバイバイ言うてごまかせるか言うてそれからまあ説教したったっていう話です。まあ本当にびっくりするというかまあ人の押し引きってまあその人それぞれなんですけどまあ本当にあのびっくりしすぎてこうなんていうんですかねこうまあ私あの今まで付き合ってくれてプロポーズもされたけど来月からアメリカに行って3年帰ってけえへんねんとかまあいうドラマのシーンがあったりとかしたら彼氏の方でアメリカとかってなるじゃないですかこうびっくりしすぎて半数してしまう。僕はあの結婚したての時本当にド貧乏でファミリーレストランで夜10時から3時アルバイトしてたんです、まあ、地面を磨くというかこのシャカシャカする、まあ、あのキッチンで、まあ、ハンバーグ作りながらもこう地面磨いたりとかする、まあ、バイトしてたんですけどもホールとウェイトレスさんたちと、まあ、キッチンというのは分かれてるんですけど、まあ、3時に終わるってなったらそのゴミ袋を、まあ、5つか6つぐらいをこの全部新しいのに変えてもう空っぽにしてからそれをまとめて、その、まあ、ファミレスは2階ですから2階のゴミ用のエレベーターみたいなのあるんですよ、うん、それにピンって乗せて閉めてエレベーターでゴミだけ下行かして自分は降りてそこで開けてでゴミ庫というところにゴミを入れるそれでやって帰れるみたいなことになるんですけどで僕まあいつもの通りこう3時に、まあ、帰ろうかなと思ったら、まあ、あの夜のファミレスのウェイトレスさん、まあ、お昼も結構いらっしゃるんですけど結構こうなんですかね年配のウェイトレスさんっていうのは、まあ、あの地元とかのファミレスとかにはいらっしゃるじゃないですかこう、まあ、注文して頼んだら向こうからお姉さん来たんかなと思ったら若作りした、おばさまですねみたいなの結構あるんですけどそういう感じの方がまあ働いててそれが3時ちょうど僕と同じようにこの終わる時間なんですその人とまあ
その休憩の時とかね、僕は全然喋らないんですけども、喋ってきたらもう全然一言も喋ってないのに、小籔っちはみたいな、まあこう昔バブルでこう立ち台立ってました、でも今はまあ47になりました、子供も一人いてます、でもここで働いてます、あ小籔っちはどこ住んでんのみたいな、あこうなんですよ、あそうなんや、私昔新地で店持っててみたいな、こう全然話聞かへんと喋ってくるタイプの、まあ若作りした、僕はどっちかとあんま好きじゃない感じでも、僕電源オフにしてますから、もう全然あみたいな感じなんですけど、その人とは一緒やなと思ってたら、僕がこうゴミまとめたでこう入れた閉めようかなと思った時に、あ待って待って小籔っちみたいな、もうカツ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 、まあ一回ゴミのそのエレベーターが下行ってもたらまた上がるまで待たなあかんということですから、待って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 小籔っちみたいな、こうカツカツ来て、ああよかったみたいな、でこうボンボンって言うんですよ、だまあ別に僕その人好きちゃうし、まあ恋心も抱いてるわけじゃないんですけど、まあ閉めてエレベーター下まで行って2人で降りてゴミ庫に本っていうのはちょっとちゃうなと思ったし、まあ後輩しても男やから、あ僕これあの同棲してるんで一緒にしておきますみたいな、いいのかやむちみたいな、いやいやもう本当に、いや本当ありがとうめっちゃ嬉しいみたいな、47歳ぐらいの方がまあこう言うわけですよね、黄色のミニスカートみたいな履いた感じで、こうで、あ僕やっときますんで大丈夫です、本当ありがとう嬉しいみたいな、で僕まあ冬の2月ぐらいですかね、寒い中こう下行って、でまあいつもやったらまあ6個ぐらいのところがまあ10個ぐらいになる、全然いいし、もうポンポンポンって入れて、でこうカン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 とこう階段みたいなね、こう上がっていた時に背高いがこう見えてくるじゃないですか、こう地面が、ほんだこのまっすぐの向こうの右側が僕たちバイトが着替える部屋やったんですけど、カンカンカンってなった瞬間にそこの電気がパッて一瞬消えたんですよ、あれと思って消えた瞬間ドアパッて開いたら私服のそのおばちゃんが出てきたんですよ、別に僕待ってほしいわけじゃないんですけど、なんかこれ任しといて先変えるっていうのもちょっとどうとか一瞬思った、だから待ってほしいわけじゃないし、そのさっき帰ってくれてもいいねんけど、もし俺やったらちょっとこうせめてこの事務所に帰ってくるまでおって、ごめんねありがとう言うてから帰るタイプやけども、この人はもうカンカンカンパッガチャ、もうビトン持ってちょ派手な格好で来た、うーわ急いでるってことは俺が下で掘ってる間にもう着替えてさっき帰ったろ思ってたんじゃん、いや別にありがとうはもういらんけどとか思って、ほんで僕上がってきたから向こうもこう来るじゃないですか、でこう来て階段のところでこっち行くんですよ、その向こうは外やから、なんて言うんやろ、気まずいやろな俺と太田ら、で向こうカン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 来て、お疲れまーす言うてバーって帰って行ってますそこ押すと思って、俺やったらバーってごめんお先に失礼しますとかってバーって行くじゃないですか、なんて言うんかな思ったら、お疲れまーす言うてバーって帰ってます、お疲れまーほーってなってみたいな、そうそれいらっしゃい魔法はまだいらっしゃいませーからのいらっしゃい魔法やけど、お疲れ魔法はもう境目荒すぎてよう押せたなっていう、お疲れ魔法やったらちょっとビビって、お疲れ魔法みたいな、その連結部分がそんなスムーズじゃないから恥ずかしいし、お疲れ魔法みたいな言うとしても、それをもうカンカンなんて言うから、お疲れ魔法って押せたのよ、何回言うねん、それが押しとんねん、絶対押さえてるごめんね、もうお酒に失礼しますって言うんかな思ったら、お疲れ小学校の時に、はい、すっごいあの虫歯で、小学校4年か5年ぐらいの時に虫歯でもうすっごい腫れたんですよ、でもうちょっとちょうどその頃ってやっぱこう異性を意識する頃やから、もうここが腫れてんのがもう恥ずかしくて、もう学校行きたないって言って、もう休むって言って、でうちはあの2人とも働いてたから両親も、でうちのおかんがパートに普通は行くんやけど、あちょうどそれやったらちょうどええわっていうのもあれやけど、なんか大事な電話が昼かかってくるから、普通やったらお母ちゃんもう帰ってきてその電話出るつもりやったけど、あんたもじゃあもう休んどきと、はい、でその大事な電話だけ出といてって言われてたんで、はい、もう上がった相手もう人と喋んのも嫌で、はい、もうずーっとこうサロンパス張って、もうずーっともうテレビ見ても何にも入ってけ、はい、ずーっとぼーっと痛い痛いと思ったら、あのだいぶ経ってからどん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 ってこの裏のドアを誰かが叩いてて、はい、何やねん、はいって言ったら、ペル逃げてるよーって言われて、うちの犬が、マスモさん、ペルが逃げてるよーって言われて、いやいやいや、ちょっと待てと、めっちゃ痛いし、その前にその、可愛がってるし、餌やってるし、何を逃げることがあるの
もちょこちょこでかいんやから、はい、そのもし誰かに噛みついたらもうシャレならんし、もう腫れながらもうしゃあないから、はい、そのペルをね、はい、もう向こうの方行った言うから、そんなぐわー行ったんですよ。でもうなんとかそのグランドの方にペルーは見つかったんやけども、はい、遊んでもらえる思ってもうそんなちゃうねんでもキャッと捕まえたんやけども、そのペルーはこの首輪ごと逃げとるから掴むところがなくて、掴んだけども家まで3キロぐらいヘッドロックでもう帰って行って、はい、で家の前のそのもう裏はあかんわ思って、はい、家の前のそのホースのとこにね、はい、ガス管みたいなやつかな、はい、それに紐でこうペルをこう繋いごうとしてた時にかす、はい、かに電話が、はい、大事な電話や、あれ電話やと思って出ようとドアかってやんねんけど、表は閉まってるから、はい、あ閉まってる、内側から鍵やから全く裏までぐーわー晴らしながら戻って行って、電話の前でちょうどチーンって切れて、窓の向こうまだペル走ってた